ユニオ・バレリオ・シピオネ・ボルゲーゼは、イタリア王国の軍人、貴族、政治家。第二次世界大戦中、イタリア王立海軍の提督として、海軍の精鋭、デチママス師団と様々な特殊作戦を展開した。ベニート・ムッソリーニが再興したイタリア社会共和国に参加するなど熱烈なファシスト、民族主義者としても知られ、戦後は、 ネオファシズムやイタリア社会運動とつながりを持ち、クーデター未遂事件などの暗躍を続けたと言われる。ユニオ・バレリオ・シッピオ・ネゲッツ・オ・マルカントニオ・マリア・デ・プリンチピ。ボルゲーゼは、イタリア王国切手の名門貴族ボルゲーゼ家の一族として1906年6月6日に生を受けた。父はボルゲーゼを、中世イタリアのシエーナに起源を持つ。 この古い家柄に恥じない教育を行うべく、幼い時に当時友好国であった大英帝国のイングランド地方に留学させた。1923年、17歳の時にファシスト政権下のイタリアに戻ったボルゲーゼは軍人になることを希望して、リボルの王立海軍学校へ入学、潜水艦の折り組員としての訓練を受けた。1929年、 軍務教育を終了したボルゲーゼは、上院として数年間経験を積んだ後、1933年に潜水艦の艦長に昇進を果たした。1935年、祖国イタリアがエチオピア帝国に宣戦線布告して、第二次エチオピア戦争が勃発すると、ボルゲーゼも遠征艦隊の一翼を担って、ペルラ級潜水艦7番艦、イリデに上艦して出征した。 続いて、同じファシストを標榜するフランシスコ・フランコ政権を助力するべく、スペイン内戦への介入が始まり、ボルゲーゼの潜水艦も商船への攻撃に従事した。この際、イギリスの駆逐艦ハボックの攻撃を受けたが、2名の乗員を失いつつも回避に成功している。ジブラルタル攻撃第二次世界大戦にイタリア王国が参戦したとき、 ボルゲーゼは、ベッドルピサーニ急潜水艦1番艦、ベッドルピサーニに乗船していたが、すでに旧式化していたために練習艦に回されることになり、すぐに別の艦艇に乗り換えることになった。1940年に、アドゥア急潜水艦14番艦、シレニ乗艦、以降対戦後期まで指揮を取る艦艇となる。アドゥア急潜水艦は、優れた性能から、 通常の作戦以外にも様々な用途に投入されていたが、知れもまた特殊な任務に従事する運命にあった。イタリア海軍は小型潜水艇による特殊作戦を計画しており、その母艦として知れに白羽の矢が建てられ、ボルゲーゼはラスペツヤ海軍基地で数機の小型潜水艇と潜水兵を搭載して地中海へと向かった。 司令官長として小型潜水艇を使った作戦の一切を任されたボルゲーゼはジブラルタル海峡に対する攻撃を計画した。はじめは9月を予定していたが偵察によって港が空であることが分かったので10月に延期した上で作戦を開始した。ボルゲーゼはアルヘシラス湾の海港でジブラルタル海峡に小型潜水艇を通すための工作を行った。 技術的な問題から計画は難航したが1941年9月20日、3度に渡って行われた作戦は成功し、ジブラルタルに停泊していた数隻の商船を撃沈した。作戦の成功でボルゲーゼは海軍中佐に昇進するとともに、新たに創設された潜水部隊デチママスの実質的な指揮官となった。この召喚隊は、 ジブラルタル攻撃の成功を評価した海軍によって、小型潜水艇の運用を前提として編成された部隊であった。アレクサンドリア・キシューマイアーレ小型潜水艇当時、地中海では圧倒的な規模と技術、そして豊富な燃料と先進的な航空戦術を要するイギリス海軍を、前にイタリア海軍は劣勢に立たされており、正海権を失った状況下で、 北アフリカの独移軍への補給物資が滞っていた。1941年12月18日、アレクサンドリアにイギリス地中海艦隊の主力部隊が停泊しているとの情報を得たボルゲーゼは大胆、不敵な作戦を計画した。ボルゲーゼは英軍の警戒網を突破すると、アレクサンドリアの近海から3機の小型潜水艇を言い出した。機体には、 それぞれ2名の潜水兵が乗っており、高性能な次元装置を搭載した、吸着機雷を積載していた。英軍が駆逐艦を招き入れる隙をついて突入した、潜水兵たちは計画されていた通りに、湾内に停泊していた2隻の戦艦、バリアント、クイーン・エリザベスに機雷を設置した。英軍の追跡により、市街地に脱出した乗員たちは拘束されたが、 同時に、嫌いの次元装置が、作動、二隻の戦艦は大破して水中に沈んだ。一挙に二隻の戦艦を喪失した英軍の動揺は、大きく、また、半年間にわたって失われていた、政海権が確保されたことで、北アフリカの軍勢に補給物資が届けられた。イタリア海軍は、ボルゲーゼと捉えられた、潜水兵たちに名誉勲章を授与し、 ボルゲーゼとイタリアの小型潜水艇の名は大きく高まることになった。デチママスは規模を拡大し、第10潜水戦隊、デチママスとなった。アースイへの参加軍機と共に更新するデチママスの兵士たち。ネットゥーノの戦いでは第1イタリアと大きな戦果を挙げた。1943年9月8日、敗戦による 王政廃止を恐れるピエトロ・バドリオラ王国派と王家の政治的クーデターにより、ムッソリーニが軟禁され政権が崩壊すると、前線での戦闘は唐突な終わりを迎えた。各地で反独、反ファシストのパルチザンによる破壊活動と独軍による新中政策が進む中、旧軍兵士たちの少なからの数が、武装解除を拒絶して、独自に義勇兵部隊を組織していた。 彼ら熱狂的なファシスト、民族主義者たちは、グランサッソ襲撃でナチスに救出されたムッソリーニを中心に共和国派の新政権が形成されるとこれに合流した。ファシストが王国派と共和国派に分裂すると、デチママスも王国軍に残留する者と共和国軍に合流する者に分裂した。ボルゲーゼは先祖代々の貴族であるため王国派を選ぶと目されていたが、 ファシストとして共和国派の立場を選んだ。ボルゲーゼは新たに創設された共和国海軍の幹部に推挙され、ドイツ海軍と共和国海軍の軍事協定の署名に名を連ねている。ボルゲーゼはラスペツヤ基地を根拠地に海兵士団として再編されたデチママスの士団長として優れた陸戦式を行った。同士団は各部隊が奮戦した。 共和国軍の中でも特に有望果敢で知られ、また、ユーゴスラビアでの対パルチザン戦でも活躍し、パルチザンからファシズムの先兵、反共主義者の象徴として維持されていた。アースイ政権崩壊後、ボルゲーゼは、アメリカ OSS のジェームズ・アングルトンにより、拘束された。ボルゲーゼは、戦争犯罪人としてではなくナチスドイツへの協力者として、 連合軍による軍事裁判ではなく、イタリア政府の法廷で裁かれ、懲役12年を言い渡された。しかし戦時中の特筆すべき活躍や、共産勢力に対する牽制などから大きく減刑され、最終的には3年間の服役で出国した。戦後、ファシスト政権やアースイがイタリアにおけるタブーとして抹消される一方、現状への批判票として、 右翼勢力からネオファシストに一定の支持が与えられていた。ネオファシストの団体は、前政権時代の要人たちを顧問に迎えたが、海軍の英雄として名高いボルゲーゼも、イタリア社会運動の名誉投手を務め、ユリウス・エボラの書籍に序文を寄稿するなど、極運の大物として、戦後のネオファシズム運動に参加した。1967年、 イタリア社会運動の恩恵化が進むことに反対し、ボルゲーゼは、格好たる、ファシストの再建を目指すイタリア国民戦線を、決闘した。複数政党制の廃止、コーポラティズムに基づいた、全体主義国家の再建を標榜する、イタリア国民戦線は過激派のネオファシストとして、危険視された。国民戦線は同じく恩恵化に反発して、社会運動を離れていた元党幹部。 P のラウッチの民兵団、オルディネ・ローボ、別の離島者組織、国家先兵隊らと協力して、数多くのテロ事件に関与したとされている。1970年、ボルゲーゼは、イタリア共産党の躍進に危機感を強め、つながりのあった国防省と連帯した軍事クーデターを決意した。豊富な資金力と人脈から数千名の党員を集めていた。 イタリア国民戦線を通じて準備が行われ、12月8日に決行された。計画では、森林警備隊らの協力を得て、クイリナーレ宮殿と国営放送局を占拠し、イタリア民主社会党選出のジュゼッペ・サーラガと大統領を拘束した後、ボルゲーゼの部隊にこうして陸軍が、イタリア共産党の本拠地であるセスト・サンジョバンニで、 改言令を施行する手はずになっていた。しかし計画が政府側に内通している可能性が判明したことなどからユーゴスラビアの地頭大統領の訪問に反対する名目で集まっていた国民戦線の党員らが国防省に乗り込む直前にクーデターは中止された。ほどなく新聞にクーデター計画の存在が明らかにされ軍や森林警備隊 国民戦線に対する捜査が開始された。ボルゲーゼに対しても国家反逆罪の容疑で捜査令状が出され、ヨーロッパで唯一ファシスト体制が継続しているスペインのフランシスコ・フランコ将軍のもとに亡命した。1974年、ボルゲーゼはアンダルシア州カディスの邸宅に滞在中、68歳で死亡した。遺体はイタリア政府が受け取り、 故郷のローマの墓地に葬られた。ありがとうございます。